どうも、トモヤンテニスチャンネルのトモヤンです。今回は、タッチ感覚の練習ということで、皆さんに、ご紹介していきたいと思います。タッチ感覚なんで、今ちょっとこう向こう側に置いてあるんですけど、例えばボレーでしたら、ドロップボレーですね。ドロップボレーの練習とかになってきます。で、まずもういきなり、ボール、すいません、こうやって、狙うんではなくて、まず感覚を、ボールのスピードを落とす感覚を知ってもらいたいので、まず練習法として、自分の体の横にコーンを置きました。ここにボールを一回跳ねちゃう。落とすようなイメージで、ちょっと練習してみてください。もう遊び感覚でいいです。遊び感覚。結構難しいですね。こういう感じ、こういう感覚。もうフォーム同行より、ボール、例えば、ボールが60キロで飛んできてたら、ボールの勢いは本当に3分の1、半分以下ぐらいのスピードに落とすイメージで、ボールを、勢いをなくしてあげたら結構です。ボールを、勢いをなくしてあげるね。で、ここはやっぱり狙いたいので、できるだけラケットの面は、上を向けてしまうと、ボールって向こう、後ろに飛んでしまうんで、まっすぐ当てたもんを、勢いを殺してあげるな。息をなくしてあげるような感覚で打ってもらえるとこの練習成功しやすいかなと思います。これも何回もやってもらえるとボールの勢いをなくすっていう感覚を覚えられるんでね、ぜひ試してみてください。はい、次、ちょっと段階に一段階上げて練習していきたいと思います。先ほどは飛んできたボールを自分の場所に落とすというそこで終わりだったんですが、次は自分のところに止めてもらったらそれをボレーしてもらうと、自分のところに決めてからボレーする。一回ボールの勢いをなくしてから打ってもらったらいい。一回ボールの勢いをなくす。自分で勢いをなくしてあげる。本当にさ、先ほども言いましたけど、ボールのスピードを3分の1から半分ぐらいの勢いになくすというイメージでやってもらえれば結構なので、最初からよし、行ってこいぞーって言って、こうやって上向けちゃうと、あーって、ボール後ろに絶対飛んでしまうんで、まずは、まっすぐ捉えるような感覚、まぁ、ちょっとボールの下を捉えるような感覚にはなるんですが、こういう感覚ですね、ラケット目。この感覚で力を、ふっと、抜いてあげる。ふわっと、ラケットを寝かすようなイメージで力を抜いてもらえると、ボールの勢いはなくすことができるんで、そこから、しっかり次は力を入れて、ボレーをできるようにしてもらえれば結構です。自分がボール飛んできたらここで力は入ってるんですが、ここで一回力をふわっと抜いてあげるような感覚で打ってもらえれば、タッチ感覚っていうのはすごく良くなってくるんで、やっぱりいきなり力を入れるっていうのがグリップのボレーの基本にはなってくるので、その逆なんでちょっと分かりづらい部分はあると思うんですけど、ボレー意外と最初から握ってました。握っておいてそこからラケットをふわっと力抜くような感覚で打ってもらえればタッチ、まあ、ドロップボレーとかにつながってくるんで、この力の抜き具合、抜くタイミングを覚えてもらったらいいかなと思います。ですので抜いてからそのボールをまた返すというメニュー2段階目として練習してもらったらいいかなと思います。はい、3つ目なんですが、これはまあ練習方法というよりはもう絶対ボレーで気をつけてもらいたいっていうのがありまして、ボールとの目線を合わせるですね。目線を合わせる。ボールに飛んできたものに対して、ラケットと体が別行動してしまうと、ものすごくボレーってミスショットにつながりやすかったりとか、小手先テニスになってしまうんで、力の入れ具合だったりとか、力を入れるタイミング、抜くタイミングっていうのがすごく難しくなってくるんで、できるだけボールが飛んできたら、ボールに対して、例えばキャッチボールだったら、自分から目線を合わしに行きますよね。こうやってパーンって取らないですよね。こうではなく、自分が目線を合わしに行くようにキャッチするんで、ボレーも同じように、ボールに対してちょっと自分が高さ合わせに行くという感覚で、練習してもらいたいと思います。これは通常のボレーでも一緒ですし、ドロップボレーを打つ場合でも一緒です。全く同じです。もう僕待ち方全く同じだと思うんだ。通常ボレー、ドロップボレー。ね、こうすることによって、例えば実戦で使った時に相手に構えた時には分からない。
分かりづらい形になってくるんで、やっぱりどうしても通常のボレーの時はこうやっていい形で入ってやる方とか多いんですが、ドロップボレーになった瞬間やっぱりちょっと力を抜かないといけないから、小手先でやろうとしすぎてこうやって体が伸びちゃってるとか、もう手だけでどうにかからのボールの勢いをなくそうっていう方がすごく多いので、できるだけ同じ形でボールを待ってこうやってボールの軌道を変えれるようにしてもらったらいいかなと思います。本当に同じ待ち方、目線を合わせる、だからキャッチボール、ボール飛んできたものに対してまずボールをしっかり取るという練習をしてもらえれば、こうやってボールって取れないので、結構難しいです、これ結構難しいので、自分から沈んで体を沈めて目線を合わせてボールをキャッチする練習してもらえれば、ものすごくこの目線を合わせるということは伝わるかなと思いますので、ぜひこのメニューをしてからその後ラケットを握ってボレーを返す練習だったりとか、ちょっと力を抜いて、力抜きすぎました、力を抜いてドロップボレーをするとかいうメニューをいろいろやってもらったらいいかなと思います。だから待ち方は同じ、その後にどういう力の入れ具合かっていうことを覚えてもらったらいいかなと思います。はい、ドロップボレーを打つということなんですが、ドロップボレーを打つタイミングってすごい大事なんですよ。例えば、ボレーっていろんな高さで、捉えてもらうことがあると思うんですけど、例えば高い位置のボールをドロップボレーしてしまうと、ラケットまっすぐ当たるんでドロップボレーにはなりやすいんですよ。テニスラケットってまっすぐ当たったらまっすぐ飛ぶんじゃなくて、まっすぐ当たったら下に飛ぶようになってるんで、下に飛ぶ。ですので高い位置でドロップボレーってしやすいんですが、まっすぐ向いてる分ボールやっぱ飛んでしまうんで、前に落ちるけど飛ぶっていうことになって相手を追いついてしまったらチャンスボールです。ただの高い位置から打ってるっていうこともあるので、やっぱり高くも跳ねてしまうんで、前に落ちるっていうのは一緒なんですが、やっぱり跳ねる高さっていうのが変わってくるので、高い位置でドロップボレーを打つっていうのは絶対やめてください。こんな感じですね。前に進んでしまうんですね、ボールが当たって相手の方にボーンとボールが飛んでいくので、いくら浅いと言っても足の速い方だったら追いついてしまいます。ですのでできるだけ高い位置は決めに行くようにしてください。ドロップボレーをするのではなくて決めに行くだったりとか、つなぐ通常のボレーにしてください。高いわーって言ったらしっかり向こう相手に返すような感覚で練習してもらったらいいです。で次は低いボールですね。じゃあどういう時にドロップボレーしたらいいのっていうので、低いボールの時、ラケットの面をまっすぐ当てるのではなくて、ネットより下で捉えるとラケットの面ってちょっと上向けて捉えるので、こういう時にドロップボレーをしてもらうのが最適です。ラケットが上向いてることによってボールはちょっと上に飛ぶんですね。じゃあ上飛んだら相手に捉えるんじゃないのってなるんですが、上に飛ぶと次ボールが跳ねるのはまっすぐではなくて上に飛んでくれるんで、ロブとかでも一緒ですね。上に高く上げたら上に上がるんで、だからドロップボレーもこの面の 上向きを利用して力を抜いてあげることによってボールが前に進むんじゃなくて上に小さく跳ねるっていう形になるので、ですのでボールを捉える、低いボールを捉えるときにドロップボレー、これもうやってもらったら分かると思うんですけど、こっちの方が簡単です。そしてラケットの勢いをなくすっていうのもしやすくなってくるんで、ラケット高くセットした時はしっかり返す、低いボールの時にドロップボレーしてもらえたらいいかなと思います。だから球出しとか練習する時は常にネットより低い位置でボール取れるように練習してください。こうやってね、失敗でした、こうやって練習してもらったらいいです。で、ボレーストロークの練習してるときは、高い位置来たときはしっかり返す、返す。で、足元来たときとかに、ドロップボレーとか来てもらったら、ものすごく実践的にも役立つかなと思いますので、ぜひ皆さんもいろいろ、高い位置も低い位置も、
高い位置のドロップボールも一応試してみてくださいね。あ、こういうことかって分かってもらえると思うんで、全然ボール取られてしまうなと思う、思ってもらえると思うので、ぜひ試して練習してみてください。